はい、三人称ドンピシャです。ぺちゃんこです。ペットです。お願いします。お願いします。2022年5月10日雑談第400回の放送が始まりました。400、この雑談放送は毎週ほぼ火曜日20時から YouTube サリンジョーチャンネルにて会員限定の公開収録という形を取らせていただいております。お願いします。おめでとうございます。400回 ありがとうございますまあまあ継続できているということで偉い。そうだね、これはもう本当に3人偉いということですね。そういうことでございます。これはまあ、ね、偉いことにしておきましょう、400はでもなかなかすごい数字なんじゃない。いや、いい数字出してると思います。400台いっちゃうのはなかなかいいんじゃない。そうだね、うん、ちなみに300回、第300回は2020年4月らしいです。コメント曰く2020年4月、2年前、だいたいやっぱ2年だね、うん、ですね。なるほどね。いいですね。ほんとしっかり毎週毎週、まあ、欠かす日もあるけど、そうですね、うん、あまあでもほぼね、コツコツとやらせてもらいましたね。やらせていただいております。2年かだから500が2年後。そうですね、約2年後か。え、じゃあ線は大変なことか。線はさっきちらっとコメント見たら12年後ぐらいにはなってんじゃないみたいなこと言ってたよ。12年か。12年はちょっとちょっと、うーん、え、12年後でしょ。よ、うん、まあ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 、もう50近いってことか。まあ落ち着いた話してるだろうな多分な。いや、相当ですね、多分怪我した話も増えてるんじゃないかな。そうだね、あとコメントが読めねえって話してると思う。そうだね、見えねえって文字がちっちゃいなっつって見えねえんだな。コメントはもうしょうがねえよ。いやー、やだな。でも鉄道さんまだ老眼来てないもんね。どうなんだろう。でもさ、そろそろ多分来始めても、うんうん、そろそろその見えづらくなってくるって、これはもうほんと自然の摂理ですから、うん、しょうがないねえ。40超えたあたりからだよね、うん、多分、うん、なんか前雑談でメールでもらったのがさ、うん、そもそも老眼ってのはもうみんなちょっとずつ始まってんだよみたいな話、うんうん、あ、なんか、うん、うん、ね、あったけど、うん、まあか、これからちょっとずつね、霞んでくるんじゃないかな。じんわりくるんかな。じんわり。俺がだからメガネを下げながらこう、ああみたいに、うん、そうですか。やり出す日もまあ近いよね。え、ゲームとかのモニターもやっぱちょっと下げるようになるのかな。え、あの、どうなの？下目で見るの？何でもゲーム。やっぱゲームの文字とかすごい、ね、見えねえなってなって。やっぱなんかちょっと下目に配置したりとかするのかな。それか俺がもう思いっきり近づくかのか。そうだね。あ、そうだね。物理的にね。プロゲーマーみたいになるんじゃない？確かにな。モニター自体をなんかこう老眼仕様にはできないのか。なんかだから Windows とかの機能で、うん、あの拡大できるみたいなのあるから、虫眼鏡みたいなさ。はい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 。それでここ見えねえなってところにポインター合わせとけば、そこだけ多分でかくなるから。あ、それで見るとか。ここが文字の部分だってところをでかくしとくってこと。そう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 。だって自然と、あ、でもどうなんだろう、老眼になったら老眼鏡を用意してその、うん、時々で変えるのかな。やっぱ多分そうじゃない。まあそうじゃないかね、時と場合でこう付け替えたりとか。そうか、だったら別にゲームの時は、あ、ゲームの時にでも使うのかな。ゲーム用の、うん、ゲーム用のメガネとか、うん、そうだね、ゲーミング老眼メガネ出してマウスに割り当てといて、出た文字読むときにはポチってやるとシャッて変わる。いや、めっちゃいいな。配置だな。チューンっつってね。そう、めっちゃかっこよくない？めっちゃかっこいい。いや、でもあるよ、光る。前もね、ちょっとゲーミングメガネ話してたけど、うん、確かにその老眼いいな、ね、ガシャッて切り替わるやつ、うん、マウスにキーバインドしたいわ。バインドしたいな。キーバインドしたい？うん。だ、ロジクールさんに出していただいて、そうだね。で、うん、全部その連携させて、うん、ソフトで、うんうんうん、ロジクールとゾフかなんかコラボしてさ、あ、そうだね。うん、で G ハブでやらしてもらってさ、G ハブでG ハブのあのデバイスの欄に出てくるの老眼鏡。老眼モードね。うん。でも老眼をかっこよく言えねえのかな。あ、老眼って英語でなんていうの、なんかあんのかな、英語だと。あるんじゃない、あるんじゃない、あるんじゃない、老眼。なんかもうちょ、老眼はちょっとさ、なんか年寄り感あるから、うん、もうちょいかっこよくなんか欲しいわ。あ、もう何だ老眼、うん、
読めねえ。オールドアイ。ローガン。オールドアイズ。オールドアイズ。いいね。いやいいね、かっこいいね、そういう感じ。オールドアイ。シニアグラスとか。いやそう、シニアになっちゃうとね。シニアグラスはもう本当におじいちゃんのやつだから。ダメだって。オールドアイにしよう。オールドアイ。こっちのはモード、うん、かっこいいな。そうしよう。そうか、じゃあ1000回まで行ったらもしかしたらやっぱ可能性はあるよね。12年後、そうだね、もう50近いよ。 俺とペイさんもね。そうだよ、うん。でただでさえゲームってね、その年取ってもまあやるようになってきてるから多分な、うん、だからこのまんまでいけば本当にいずれはそういうデバイスだよ、ね、出てくんじゃないのかな。いや出てきてほしいな。ねね、なんか楽しみ、うん、頑張ってほしいわ。頑張ってほしいね。そうだね、その時はぜひ三人称をモデルに使ってください。いや使ってほしいですよね。うん、お願いします。よろしくお願いします。さあ、そんなことで5月の10日でございますけれども、うん、はい、いかがお過ごしですか皆さん。ゴールデンウィークも終わっちゃって、ゴールデンウィーク終わっちゃいました ね。あっという間に過ぎ去っていった。なんか過ぎ去りました。どうでした、ゴールデンウィークらしさ。全くなかったな。まあちょっとご飯行ったとか、 あと母の日だったんで。あ、そうだね、確かに母の日。まあそこでもご飯行った。ああ、なんか母の日ご飯行った。そう、母父を連れて、うんうんうん、結構去年は行けてなかった気がしたから、確かご飯とかって。あ、そう、うん、まあ、時勢的にもちょっとやってないみたいなのもあっただろうしね。やっぱちょっと気にして、まあ、うん、まあ、家でいいかみたいな感じで家で済ませてたような気がするから、まあ食べに行けたって感じかな。なるほどね、うん、いいじゃない。なかなか、でもほんとそれぐらいですか ね。あと俺のメガネが壊れたぐらいですかね。え、それどういうこと。どういう事情で壊れるの。鼻の支えないやつ。そう、鼻の支えないやつで、あのこめかみで支えるタイプのメガネの、そのこめかみを支える部分の片方が折れてさ、こめかみに耐えれず。もうこれ、いやなんか最近ちょっとさ、こう支えが悪くなってきて、そのちょっと下がってくる感じが多くなってきたの。あ、やだなと思って、それこそ本当老眼かけてるみたいな感じになってさ。ずりずり下がってきちゃう。そうだよね、支えれてないもんね。そう変な見方しちゃってたから、あ、ちょっとやべえなと思って、うん、メガネは持ってかなきゃなと思って、こう一回メガネ外して、そのこめかみを支える部分、はいはいはい、をなんかちょこんちょこんちょこんってこういじってさ、こうなちょっとだけ支えよくしようとグッてちょっと曲げようとしたの。あ、まあまあ、うん、まあやるじゃん、うんうん、やるね。結構支えの部分ちょっとクイッてやったりとかって、ちょっと調整しちゃうみたいなね。調整ちょっとクイッてやったらそのままポロッと折れて、ええ、あ、そう、調整中に、そう、ええー、と思って。じゃあギリギリだったんだ。そう、そのままポロッと折れちゃってさ、と思ってちょっとへこんだっていうぐらいです。なるほどね。え、だってもうそこ行っちゃってたら、ね、一応かけれないんじゃないの。一応ね、片こめかみで、片こめかみだけでいけんの。一応いけてんだけど、でもやっぱ同じく下がってきちゃう。そうだよね、かな、うん、って感じで。だからもう、あ、ちょっと特殊なだけに、なんか直すのも大変そうだね。いや、そうなのだ。これ時間かかるようだったらすげえめんどくせえなと思って、うん、なんか作った時時間かかってなかったっけ。いや、かかった。そう、ドイツとか飛んでってるから、ね、何かして一回ドイツ飛んでとかだったよね。調整してるから、だ、その辺どうなんだろうなとはちょっと思ってんだけど、でも一応なんかこの部分よく見ると普通にそのなんかネジで止まってるだけだから、はいはい、そう、変ななんか鉄じゃないな、これステンレスの金具かな、金具をネジでこうなんか止めてつけてるって感じだから、まあなんかあんじゃないのかなと思うんだけど。なるほどね、うん、そういうのって早めに治るといいね。そうだ ね。ちょっと日本だけでできれば済ませてほしいんだけど。確かにね、このご時世って届かんぞ。そう、そうだな、めんどくさいなと思ってさ、これですげえ時間かかると。そうね、うん、あ、ちょっとした不運があったぐらいですかね、うんうんうん、どうですか、大変だな、メガネ。なんかありました。そうね、まあ母の日は変わらずいつも通りレッツの送りつけてやって喜んでたから、はいはいはい、
それ以外だと浅野いにおさんっていう漫画家の方がね、はいはいはい、まあ、いらっしゃって、まあまあ以前からちょこちょこ雑談では、話題出してるんだけど、まあ、あの人が今まで連載してたのが漫画が終わって、でちょっと時間ができるようになったから、まあそうしたらご飯行きませんかっていうのをなんか昔ちょっと前から言われてて、あはいはいはいっていうので、でそれが2ヶ月ぐらい前かな、そういう話があったのが、でまあ実際に先月ぐらいに、向こうの連載が終わって、まあ、本当に暇になったみたいだから、どうですかってもう一度催促っていう言い方あるんだけど、来て、でじゃあ行きましょうっていうことで、でじゃあこの2人でこう一番近い日が5月のまあ日曜日かな、8日かなかなんか、まあ、ゴールデンウィーク真っ最中だったんだけど、この日どうですかっていうので、じゃあその日しましょうっていうのでランチ行くことになったんだけど、はい、で場所はどこがいいかって言った時に、まあ2人の住んでるところのまあ間ぐらいっていうか近いぐらい、同じぐらいの距離で行けるので、まあ、渋谷でいいでしょうみたいな話になって、それはまあ向こうは行ったんだけど、じゃあまあじゃあ渋谷でランチでお願いしますみたいな感じだったんだけどさ、お店どうしますってことになった時に、まあ当然俺はそのランチに行く店なんて知らないわけよ。まあ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 、まあ、しかも都内ね、渋谷だよ、だって渋谷のランチだもんね。二人も困るし、知らん渋谷でランチ、で浅野さんも浅野さんでまあ分からんみたいな感じだったから、じゃあもう浅野さん的には行って考えりゃよくないですかみたいな。おなるほど、なるほど、なるほどみたいな、まあまあまあそれでもういいかみたいな、こと思ったんだけど、いやでもちょっと待って、ゴールデンウィークに渋谷で行き当たりばったりで飯食えるみたいな。いや、まあ確かにね、まあ、並ばないといけないとかもありそう、めちゃ混んでるからね。で、あっちゃこっちゃさ歩いて、しかもちょっと暑いからさ、なんかだんだん言葉少ないなってくのやだなみたいな、2人して、だこれはちょっと最初に探して予約できるなら予約しといた方がいいだろうって考えに至って、ちょっと浅野さんにも一応許可取って、ちょっとツイッターで確認してもいいですかみたいな、聞いてみていいですか、なんかお店っていうので、それで先々週ぐらいに渋谷でなんかランチ行ける場所知りませんかっていうのをまあつぶやいたんだよね、飯どこか頼むっつって、でどうなんかなと思って、一応そのまあツイッターのフォロワーが20万人ぐらいいるけどさ、まあ10万人半分ぐらいはもう多分アカウント凍結状態でまあまあそうだね、大体そうでしょ、まあ、エロいつぶやきして全部凍結してると思うから半分は、そうだね、半分はあるねで10万のうち5万人ぐらいがまあ活動してて、その中で渋谷でランチに来てもほとんどいねえだろうなと思ったんだけど、案外そのなんかこの間行ってきましたとか、ここ良かったですよっていうのがちょこちょこ届いてさ、結構アクティブな方が渋谷民いるのか、とはいえ10何件くらい、まあ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 、じゃあ10人まあ10人ぐらいならいるか、10人ちょっとぐらいがまあ行ってるみたいな、でもまあまあなんかみんな結構行ってんのか教えてくれんなって、まあ中にはね、その俺がね、だから浅野さんと行くって言ってんのよ、なんか吉野家とかさ、はいはいはい、とか小ボケをね、そうそうそう、あと北海道だったらここがいいですよとか、なんかその北海道ギャグ、そうそう、何クソリプをつって送ったの、全部無視全無視して、完全にもう冷めた目で見てブロックしてやろうかなと思うぐらいの、まあ、北海道だしね、そうそういい、北海道だけにね、そういうのはいいね、そういうのは同じだぞ、俺の小ボケはいらんか、今いらんかで、まあいろいろ送ってきてくれて、まあおしゃれなのとか結構いろいろあったんだけど、結構多く見られたのが、ちょっとなんかね、やっぱ何をなんか勘違いしてるのかなのか分かんないけど、すごい店内がなんかいいムードのシャンデリアがある格式が高い店みたいなのが結構多くてさ、そう、まあ大人のね、例えば男女とかで行くならまあいいんだろうけど、さすがにその40代の男2人がしかも2年ぶりに会うんだけど、でランチで行くにはちょっと重いなみたいな店が結構多くて、で困ったらどうしようかなと思ってた時に、その、まあ、僕らの、ゲームの仲間である、サンタさんっていうね、はい、出た、FF とかでよく
サンタさんは FIFA でもあったかな、うん、あったね。知ってそう。めちゃくちゃ店知ってるみたいで。知ってるだろうね。知ってる顔してるもん。もう店どこでもいそうだもん。どこ入ってもいそう。ね、そうそう。知ってる顔してるんだけど、うん、もう本当に教えてあげますよみたいな感じで、ブ、うんうん、ラーっていっぱい羅列してくれて。うわ。で、あと、あの、牛さんっていう、これも FF とかね。はいはいはい、はい。いや、もう。牛さんも、牛さんは一つだったけど、ここどうですか、うん、って言って、うんうん、それがさ、ドンさんも多分行ったことがある。お渋谷でなんかそういうお店が。あ、牛さんと一緒に行ったことある。あるうん、そういうところをここいいですよみたいなことを教えてくれて。あ、ほんと、あそこ、そうそう、確かに確かにいいですよ。でも俺はさ、その実際ちゃんと調べたわけじゃないんだけど、ちょっとその、うん、なんだろう、お店の情報ちょっと見た限り、ちょっとなんかやっぱりなんか おしゃれというよりも、まあそうね、格式がありそうというか、まああの2人が教えてくれるわけだからね。だから、まあ、ちょっとあれかなと思って、まあ、そこはちょっと、まあ、今回すいませんということで、で、うん、結局サンタさんが教えてくれた中の1個に決めてさ、いやー、そう、知ってるだろうな、予約して、あの2人は。そうそう、いや、あの2人知ってるでしょ、うん、ね、ら一緒にもういそうだもん。そうだね。で、うん、そのサンタさんには神様っていうね、うちらのグッズデザインしてくれる人もよく知ってるよみたいな感じで言われて、いやー、そう言われたらそうかもと思ってさ、だからその三人称の3人はもう本当にダメだけど、うん、なんか周り結構そういう、いや、周り知ってる人多いなって。知ってる知ってる、ね、周りね、すごい人の集まりなんだよ。あ、だからそうね、ちょっとなんかその差を感じたというかさ、うん、どういう人生の歩き方の差でこうなるんだろうみたいな、うん、そんなに俺店出せ、なんかどっかでいい店ありますかって言われた時も出せないからさ、うん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 、そこでなんかちょっと、ま、悔しいは違うんだけど、うん、なんかいや、そういうの いいなって、いや、そうね、いや、あの人たちかっこいいなって。そう、服とかもね、服とか特に靴なんてほんと大好きでさ。そうだね、そう、おしゃれだもん。ブランド名あげられても全部知らんわね。そうだ、で飲みも好きだし。そうだね、お酒もだから詳しいでしょ。そう、お酒も詳しいから、かカフェなんてもうもちろん知ってるでしょうね。そうだよね、いや、だから、うん、いやーと思って、なんで俺知らんのだろうと思いながら、まあでもとりあえず教えてもらった店を予約して、でここにしましたっていうのをまあ浅野さんに伝えてさ、でじゃあお願いしますで、まあ当日迎えて、まあ渋谷からそこに向かう道中に、向かってる道中、まあもうと時間ちょっと前に着くぐらいの気持ちでまあ歩いてたんだけど、そしたらその交差点で止まってたら、でふっと何気なくその後ろの方見たら、まあ特徴的な細身で髪の毛が明るくてっていういでたちの、まあ浅野さんなんだけど、こうやってさ、うんうん、あーよしと思って一応声かけずにそのまま俺は一旦ね、一旦一旦ね、とりあえず目的地まではあの、うん、別々でいようと思って、うんうん、声かけずに、うん、ちょっとかわしながらね、うんうん、そういうとこあるからね、うん、そうだね、うん、ペーサーにそれ声かけない男、はいはいはい、俺もうつい最近よ、うん、もうさ、うん、前はちょっと無視するみたいな話だったけどさ、はいはいはい、あのちょっと前にもうコンビニ出たら、うん、そのコンビニの前で会っちゃってさ、はい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 、会っちゃってって言うのよ、会っちゃった、そう、うん、で俺はまあ前も言ってたから、じゃあ後ほどみたいな感じで、うん、その三人称ハウスに行く手前の時だったから、うんうん、後ほどって言ったらさ、うん、この人だって40過ぎてんのにさ、うん、あの外よ、うん、俺に思いっきり中指立てんの。この人ね、そういうとこあんのよ、俺何回もね中指立てられてんのよ、外で中指立てんのよこの人。そうだね、まあ、うん、結構そのストリートでは俺荒くなってるから気性が、うん、あ、そうなの、俺はちゃんとなんか、うん、ういとかじゃないよ、あ、はい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 、あ、みたいな感じで、あ、じゃあ後ほどって言ってんのに、うんうん、で、カウンターでね、俺のちゃんと、うん、ちゃんと目を見て、おお、中指立てる。最近の中学生でもやらないんじゃない？そうだよ。中指立てるだなんて。日本だよ。育ちがね、あまりにもそういうところで育ってきたから。あ、そうなんだ。うん、だからやっぱそういうとこある。大宮の南銀ってやべえとか。埼玉、埼玉すげえな。埼玉ストリート育ちだから、うん、そうなっちゃうんだよね、マジで、ね、うん。これは本当申し訳ない。出ちゃう。俺も中指立てたと、うん、あ、出しちゃったなと思って。いつまで出てんだよ。
恐ろしいんだ。反省反省してね。そういや、だからよかった、浅野さんに出さなくてよかったよ。だから、うん、浅野さんにはそのまま、まあね、実際にぶつかっちゃったらバチバチだったかもしれないけど、うん、まあ、ぶつかったらね、ぶつかったらね、抵抗で歩いてったから、うん、うん、それはよかった、うん、だからまあ、うん、で俺の方がちょっと先について、まあ、うん、予約してたものですっつって場所案内されて、まあ本当結構いいカフェでやっぱ教えてもらっただけはあって、うんうん、落ち着いた感じで、まあそこで、で浅野さんも来て、まあここからは結構まあなんだろうね、本当募る話というかなんだろうね、うんうん、まあ連載終わった話とか、うんうん、現状とかね、うん、いろんな話聞いて、うん、なんかまあもう大体のこともう言っていいっていう一応了承は得てるんだけど、うんうん、あその時、うんうん、その時の話なんか雑談とかでしていいですかっつったら、うんうん、もう全部いいですって言ってたんだけど、全部は全部は全部はだって全部は無理だろうって話だったんだけど、うんうん、そういういろんな話だから浅野さんは、うん、2度結婚されてるんだけど、うん、ほうほうほう、うん、まあご離婚ごなされたようで、うん、ご離婚ご離婚されたそうで、うんうん、俺そうそれになのかな、それに5をつける、うん、初めて聞いたわ、なんて言えばいいのか分かんないけど、まあ、離婚したのって、うんうんうん、で連載も終わったから、うん、あのやることがねくて暇だっつう話でさ、あーなるほど、ね、それでなんかいろんな人に会ってるらしいのよ、あーはい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 、うん、でその流れでなんかまあせっかくだから会いたい人に会おうっていうので、なんか俺にも連絡取ってきてくれるみたいな、ね、なるほどなるほど、いいね、そう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 、そんな感じ、うん、らしいんだよね、うん、でもうバツイチはいいけどバツニはさみたいな、うん、もう向いてないって思われちゃうよねみたいな話しててさ、うん、まあ確かにそうかもなって、まあでももうもう2も3も一緒だから大丈夫じゃないですかなみたいな話したりね、うん、あとはなんだろうな、あと何で話したかな、なんか浅野さんのさ、うん、まあ、デデデっていうデッドデッドデーモンズデデデデデストラクションっていう、まあ、漫画が、うん、の連載が終わったんだけど、うんうん、あの漫画の話とかにも結構もう俺すごい好きだからさなって、うん、あの漫画読んでる人は分かるだろうけど、あの漫画に出てくるキャラクターってすごい変、なんか顔のパーツがデフォルメされてるすごく、うん、で俺それがなんかすごいちょっと疑問に思ってて、浅野、うん、さんってすごい繊細なタッチの絵も描かれる方だから、うんうん、なんかそういう感じで描かないんだなって、なんでこんなデフォルメしてるんだろうって思ってたから、うん、ちょっとそれどうしてなんですかって聞いたら、その漫画の手法として目と鼻のアップをどうしても描きたい演出として、はいはい、あったんだけど、で、そのデデデっていうのは群像劇だからいろんな人が出てくるんだけど、うん、その時にその目と鼻のアップをその繊細なタッチで綺麗に描いちゃうと、もう誰が誰だか区別つかなくなるのを避けたかったんですみたいな、あー、アップにしても分かるよってこと、そうそう、だからアップって手法があんまり使えない人とかも多いわけなんだけど、あ、なんかそれを使えるようにするために誰だって分かるようにしたんですみたいな話聞いて、おーすげえ面白いと思ってさ、深いなね、なんかちょっと戦略的だなと思ったりとか、すごいな。そう、その他もまあなんか今後の動きとかも聞かせてもらって、まあこっちもなんかそうゲーム実況の話とか小説の話とかいろいろして、でまあ最後それが終わって最後の方に、じゃあまたちょっとぜひ会いましょうねってなった時に、うん、なんか浅野さんもお酒飲めないのよ。ああそうなんだ。そうそうそう。そうなんだ。うん。でまあ俺もお酒飲めないから、まあちょうどよかったんだけど、うんうんうん、最近その浅野さんはお酒を飲む人がいたらその人と一緒にお酒をちょっと飲むようにしてるんだって。おー、うん、でそれはなんか、うん、お酒の席はお酒を飲んで相手に合わせた方がいいなって思ったらしいのよ。ほう、なんかそのお酒を飲むとさ、まあいろんな表現があると思うけど、うん、こうちょっとなんていうのかな、何ランクか下がるっていう言い方はちょっと変だけど、悪い言い方になっちゃうけど、こうまあスイッチがそうだね、切れるというか、なんかこう思考が緩くなるっていうかさ、うんうんうん、っていう側面があるじゃない、うん、いろんなギアの下がり方があるからな、うん、多分、うん、本当にアホになる人もいるし、ね、まあ人それぞれだからね、そうだね、人それぞれ話がいろんな思い方が砕けるというか、そうだね、うん、でそこでその自分はやっぱ飲んでないっていうのだと、うん、そこですごい冷めちゃって、うんうん、なんかこううまくこうその
お酒の席っていうのに、まあ、溶け込めなくなっちゃって、うんうん、なんか自分が異物になっちゃうみたいな、まあ、そういう感覚なのかな多分ね、あになっちゃうのがまあと思って、だから一杯ぐらいでもとにかくまあ飲むようにして、その、うん、ステージ同じステージに立つようにするみたいな、すごいね、そうことを心がけるようにしてる、しようと思ってっていう、なんかちょっと意気込んでて、うんうんうん、ああなるほどなー、で俺もさそういうお酒の席とかでまあ飲まないしまず、うん、まあ、うん、でやっぱちょっと飲んでおかしくなってる人見て、なんか冷静な目でもう冷たい目で見ていただから俺ずっと、うん、だからなるほどなーと思って、うん、まあそういう考え方も確かにあるかとちょっとこう納得して、うんうん、だから浅野さんと次会うときはじゃあお酒飲めるところ行きましょうかみたいな。ああ、いいね。飲めない2人がそうなるのは果たしてどうなのかはちょっとよくわかんないけど。お互い飲めないってどうなんだろうね。ね、まあそうっすねみたいな話して。で、最後お会計の段やってさ、まうん、この40の独身2人が、まあ、どっちが払う、うん、どっちが払わないみたいな話してた時に、あ、まあ、結局浅野さんが今回は払いますって払ってくれたんだけど、うんうん、そこで出した財布がさ、うん、うん、俺の財布と同じブランドでさ、あれ浅野さんみたいな、あれ運命じゃん、何何なんか、なんかやっぱあんのかね、分かんない、同一化し始めてるかもしれない俺浅野さんと、同じ女を選ぶしそうなんだね、同じ女性とお付き合いしてて同じ財布を選んで、あほぼ同じ年齢で、もう一つになっちゃうじゃない、そのうち一つになるか俺もいずれ離婚を何回か経験するのか、そうだね、ちょっと分かんないけど、すごいな、何かとご縁があるなみたいな感じで、まあ楽しく過ごさせていただきました、すごいな、面白かったです、ぴったりだね、なんかなんかぴったりだね、なんで疎遠、まあ疎遠っていうかあれか、一番最初はまあ、出会いが良くないかもしれない、ね、出会いがねよろしくないからね、良くないって言い方もないんだけど、なんで疎遠になってたっていうのも違うわ、出会いがね女性を絡めてのあれだもんね、そうだね、うん、そもそもお互いが友達だったわけじゃないもんね、そうそう、全然そうだもん、ね、絡みが、まあ、まずなかったから、うん、そもそも美術専攻と演劇専攻っていうふうにまあ分かれてて、うん、活動場所は近かったんだけど、そのなら学んでることが違うともう本当に全然一緒に行動することはなかったし、むしろちょっとなんか、うん、なんだろうな、あっちはこっちはみたいな感じになってたから、うん、そういうのも含めて、まあ、全然仲良くなるきっかけがねなかったっていうのもあるんだけど、うん、まあ、なんかおかげさまでみたいなところはちょっとあるかな、なるほど、すごいわ、まあ、だから今後またなんか機会があった、まあ、また何年後かなみたいな話もしてたけど、うん、まあ、あっちも忙しい方だからね、まあ、確かにね、また始まっ、うん、新しいのとか始まってたら忙しいもんね、そうだね、まあ、どうなるか分かんないけど、うん、まあ、また機会があったら、うん、なんかお話できたらいいですねとも思うし、なんかやっぱ三人称が落ち着いてて好きだっていうからさ、あら、お、なんか二人ともね、うん、会う機会があったらいいなと思う、あ、ぜひ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 、うん、お酒飲みましょうよ、酒はでもな、ドンさんと同じステージに俺は全然そんなハイペース飲む男じゃねえからそれそうか、それそうだな、うん、まあまあなんか機会があればね、ぜひぜひぜひ、なんかね、ぜひ、うん、これがいいなと思っておりますという感じでございました。他なんかありましたか最近、ぺちゃんこさんは何か、ぺちゃんこさんゴールデンウィークは特にないっすね、母の日も、うん、うちの母ちゃんさ、その日とかあんまり気にしない人でさ、うん、おう、これが欲しいんですみたいになるんだけど、うん、早く欲しいですみたいになっちゃうから、うんうんうん、母の日前にもうあげちゃってんだよね、あーなるほどなるほど、なにその先にもらえる券みたいなのがあるの、権利もうなんか別に母の日じゃなくてもいいのでこれ欲しいのであ、まあ、じゃあそれお願いしますっていうの、そう、うん、でも、うん、去年もそうだったの、なんかね、はいはいはい、直接欲しいって言わないでなんかね姉ちゃんから来るのよ、うん、なんか分かんないけど姉ちゃん系の母の日のそう手前になるとなんかうちの母ちゃんがこれ欲しがってますよみたいな、はいはいはい、だから、あ、分かった、じゃあ母の日にそれ送るわって言うと、うん、なんかもうすぐに欲しいみたいですみたいに来るから、うん、あ、じゃあ分かりました、すぐ送りますつって去年もかなり早い段階で送って、今年も本当もう4月中に送った感じ早いよマジで、うん、これがもう欲しいんですみたいに、
なるから、分かりましたっつって。誕生日プレゼントじゃないけど、1年に1回なんかやるみたいな感じなんだ。ああ、まあ、まあ、そうだね。そうだね。そう、5月の周辺ではなんか欲しいものがあるっぽいから、これ、じゃあ、渡しますみたいな。5月の周辺で欲しいものがあるわけじゃないか。多分1年通してこれもらおうって思ってる。あるのかな。最近でもこれが気になってるみたいのが、なんかあんまりやっぱ直接は言いづらいのかな。なんか欲しいものとか気になるものあったら教えてねっていう話はしてるんだけど、まあ、確かに直接はちょっとねだりづらいってあるんじゃない。うん、だから俺も姉ちゃんになんかうちの母ちゃんなんか欲しいものあるかちょっと聞いといてよみたいな感じで言う時もあるし、でもリクエストがあるのはいいよね。いや、まあ、そうだね。いや実際俺なんかはさ、何が今足りないのかってやっぱ分かんないから、うんうん、そこの家をね実家を見てるわけじゃないから、うん、だからもうなんとなく察してとりあえずレッズの新商品っていう感じで送れてるけど、これレッズがなかったら何送ればよかっただろうってちょっと本当に迷ってたと思う。いや分かるわそれ。だからまあそこはねちょっと、うん、ちょっと前にこう韓国のドラマが好きで、なんていう人かはちょっと忘れちゃったけど、まあ一人好きな人がいて、ペヨンジュンじゃない？いやヨンジュン、ヨンジュン、そう、まあ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 、今そなた、あの当時はヨンジュンだったけど、うちの母親もヨンジュンだった。だってあのうちの姉ちゃんとなんか韓国旅行行って、ここ有名なところだって写真撮ってた。から、うん、あ冬ソナのなんか ある、ね、そうだからそういうのがあったからアマゾンでその人のポスターとかカレンダーとかを一通りもう見つけて、うん、今か分かんないけどその時は貼ってあったんだ実家に。いや貼ってあるし、別に自分の部屋にまだその好きな人の写真なポスターみたいなカレンダーとかもあったりはする。へ、いいじゃん。あ、いいですね。そうだから、でもそれが最近分かんなかったから、でもちょなんか経由で教えてもらえてるから。あ、ちなみに差し支えない程度で今年は何送ったの？今年はね、なんか家で肉を焼くプレート、うん、みたいなやつで、もうちょっといいやつっていうか煙が少なくなんかとんでもないんだって。いや今のやつ、まあ、すごいよ ね、まあ、そうだね。家でやるとなかなかですよ、うん、火事が起こってるぐらいになってみたいな感じにとんでもねえ火災報知器になるじゃんどんだけ昔のやつなんだろうって思いながら、うん、なんかそれで、まあ、サイズもちょっとちっちゃい方がいいみたいな、うん、洗うのとかもあるし、はいはいはい、で煙があんまり出ないやつがいい、気軽になんかこう何野菜とか肉とか焼きたいって言ってるよみたいな、うんうん、でその後に URL が来て、うん、これが欲しいみたいだよみたいなあ、じゃあもうデータとしてはそれをカートに入れてボタンを押すだけで完了なの？なんなんだろうそのそれ機械じゃんそう、あ、じゃあこれなのねっつってアマゾンじゃん。そう、ね、もう機能としてはペースさんの、うん、でまあそれを買ったの。で去年は去年でなんかスマートウォッチが気になってるらしいよみたいな、なんかちょっと歩いたりして健康の面があって、うん、そういうデータ見たりするの、あとなんだあの何歩歩いたとか、うん、分かるやつが欲しいみたいな、うん、で、あ、じゃあなんだろうアップルウォッチとかなのかなって言ったら、うん、うちの姉ちゃんから URL が来て、うん、これが欲しいみたいだよって来たそれはだから自動でもうポンって言うだけでしょ。あ、じゃあ分かった、これじゃあ母の日に届くようにしとくわっつって。それさ、本当にお母さんに届いてる？いや届いてる。その後にお姉ちゃんどうまでになってない、うん、去年はお姉ちゃんが自分で欲しいものを送ってる可能性はない。いや、いけるよね、うん、去年はでもね、なんかその直接欲しいみたいなリクエストがあったっぽいんだけど、今年はねそういう感じじゃなかったらしくて、うん、うちの母ちゃんからなんか急に届いた、何うちの姉ちゃんから言われたみたいな、あ、うん、感じ で早速肉食べますみたいな感じだったから、今年はなんか、あ、今年はまあ、ね、欲しいから言ってちょうだいとかっていうわけではなかったっぽい。なるほど、うん、すごいな、すげえな。お姉ちゃんが検索かけたみたいになってるよね。そう。いや、うちの姉ちゃんがさ、サイトに、うん、うちの姉ちゃんがさ、ちょっと前にさ、うん、まあ俺が配信しててさ、うん、で次の日だったかな。うん、なんか写真とともにさ、うん、いたのは知ってるとか言ってさ、
チャットのところにさ、なんか自分が、うん、えそのチャットしたところの画像をさ貼り付けてさ、これだよ、これ分かるわけねえだろって言ったんだけど、うん、知ってるとか言ってさ急に、あーもう浮かんだわ言い方が、あそういう感じの人が、言い方がそうだよな、会ったことあるもんな、うん、俺はないけど、うん、そうだ何回か飲んでますから、鉄道さんはねえんだ、うん、そうそう、じゃあどっかにいた可能性があるんだ、うん、え本名とかじゃねえだろな、大丈夫、ああまあまあまあ大丈夫大丈夫、分かんない、うん、姉のなんかハンドルネームみたいなの見たくねえわ、いやそうなんだ、そういう家族の、うん、確かにだから俺もまあな、恥ずかしいわ、なんか、うん、まあ言いたくもないしさ、なんかマンジなんとかマンジとかじゃなかった、大丈夫、あ大丈夫だった、あ本当大丈夫だったけど、あ何こんな感じなんだみたいなのはいや本当に鉄道さんも一度会ってほしいな、あ本当マジでペイさんとその逆なんだよね、いろいろと、あなるほどね、そうだね、本当に逆、社交的っていうことなのかな、ノリがいい、ノリがいい、うん、ペイさんがノリが悪いもんね、ペイさんね、どっちかといえばノリ悪い方だと思うペイさんは、どちらかといえばね、そうだね、ここではこういう感じだけど、うん、別になんかどっか行ったり、うん、あんまりこう会ったことがないような人とは、うん、あまりだから急にそのギアについていけない、その浅野さんの言ってたみたいに、うん、ギアをバンと行けないけど、うちの姉ちゃんがっつりすぐ行くから、がっつり行けるからね、いやー、ね、うちの人なのかな、血繋がってんのか分かんないぐらい、いやマジで逆だよ本当に、うんうん、まあ、どっちが血つながってないのか分かんないけどさ、あまあ確かに A さんなのかね、お姉さんなのか、まあ俺だとは言われてた、うん、ベンチの下で拾ったよっていうのは、うん、よく言われてた、あそれって本当なやつだね、それうん、そうだね、リアルだな、もしかしたらリアルかもしれない、なんか冗談っぽく言ってたけど、その後ちょっと泣いてたからそうだね、うん、そうだね、うん、だからあれだろ、たかってくるんだろうね、そうだな、血つながってないからいいだろうって、あいつからまたもらおうぜみたいな話、うん、金持ってるらしいぞ、悲しすぎる、悲しすぎる、悲しすぎるよ、だからお母さんはきつく言ってるけど、お姉ちゃんがどうにかオブラートに進んで、これが欲しい、そうだね、うん、ちょっとあいつに言ってきな、あいつ早く送れよみたいなさ、うん、いいんだよ母の日とか、母じゃねえんだからみたいな、次から2回行くかみたいなこと言ってるかもしれない、ちょっとテッドさんはこれ多分聞くかもしんねえからあそっか、やめて、そうだよ、そうだよ、だから母の日も言ったからね、うん、お母さんいつもありがとうっていう、なるほどね、そう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 、そういう面があるからね、はいはいはい、いやまあまあいいじゃないですか、いい効果、うん、いやいいですね、うん、そうだね、やっぱしとかないとね、ちゃんとやってるじゃないですか、そうだね、ちゃんこさんも、そうだね、ちゃんとこれ何もやってない感なんかすごいからさ、あの日々いや一応やってるんですよ、無感がすごいもん、日々の無感すごいから、そう、そう、一応やってるにはやってるんですよ、大丈夫です、お母さんじゃなくとも、よかったですわ、うん、そうですね、一応ちゃんとやってるんで、うん、ご安心ください、さあじゃあテーマいきましょうかね、はい、今回もテーマいただいております、今回のテーマは坂手とさん男性の方、から送ってもらった、うん、はい、ゲーム脳ということで、うん、ゲームが好きなサニショーさんやリスナーの方が、ああ今の考え方ゲーム脳だったなと思った体験が聞きたいですということで、うん、ございます、ちなみにこの人のゲーム脳体験はラストオブアースにハマっていた頃、ガソリンスタンドで車にガソリンを入れる父の背中を見て、今ならナイフで殺せると思ってしまった面白すぎる、バスタブ面白すぎるまあニュースとかで言われるゲーム脳って結構悪い意味で、うんうん、なんかゲームのせいでなんか犯罪をやったみたいな、はいはいはい、意味で使われちゃうんだけど、うん、まあ、実際そんなね関連性があるんだないんだみたいな話もギャー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 なんかなったりしてるけど、まあそういうあまり悪い意味じゃなくて、なんかこうゲームに影響されて、なんだろうな、まあ、ちょっとなんていうのかな、面白いことがあったみたいな、そういう意味合いで捉えてもらったらいいかなっていう感じかな、ちなみにどうですか、2人ともゲーム結構子供の頃からやってるけど、そうね、やっぱり忍者龍剣伝をやった時、お何年か前の話、いやもっと子供の頃の話だね、はいはい、あのゲームってさ、うん、ジャンプとかってこう体が丸まったりするでしょ、丸くなったりするじゃん、あれをやりたくてこうジャンプでこう前転
ぽくして一回転したいだとか、あとあのゲーム壁に貼り付けるんだけど、どうにかしてこの家の塀に貼り付いてそっからジャンプしたいとか、あ三角飛びみたいなね、ここの壁だったらこっちの壁行ってなんかジャンプできるみたいな、すごいよく考えてた気がする。もっとこうやれば忍者っぽいみたいな。なるほど、ね。まあ、ドンさんは基本的に忍者に憧れがあった。いや憧れましたからね。いやまあ分かるわ。そう、タートルズも同じような感じかな、まあ、ゲームであったけど、はいはいはい、あのゲームもジャンプすると丸まるんだけど、丸まってキック、うん、斜めキックが出たり、そう、ジャンプした時はやっぱ丸まれないとダメなんだって思ってたから、うんうんうん、でまず前転をしてでタートルズはそこから本当蹴りをやるから、うん、蹴り行くんよね、斜めに蹴り行ったりするから急降下するもんね。そう、まずいや蹴りどうやっても蹴り無理だなみたいな、まず前転がしんどいんだけどみたいなので、すごいよく考えてた気がするけど、どうやればまず前転綺麗にできるんだろうみたいな、やってましたね。あの時代ね、でも、うん、やっぱ GTA はさ、うんうん、いろいろとこう、まあ悪い面もあったけどさ、うんうん、なんかこう現実でさ、うん、車とか見ると、あ GTA ならこれ乗ってるなみたいな、あるそういうのはあった。俺この車は GTA だったらすぐ乗るけど乗り換えちゃうかもしれない。あ、そう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 、あの乗り換えちゃうは本当にあるね。そうそう、これ GTA だったら俺今ここに車捨ててあっちの車がいいっつって普通のなんかそう信号待ちセダンみたいな車、ね、そう信号待ちの時とかに反対車線行ってこうやってあこれ乗り換えるなみたいな引っ張り出して乗り換えてるな、うんうん、あるある、まあ分かる分かる、すごい分かりますね。そう、うん、やっぱそういうのはあるけど、まあ実際はやらんけど、うん、そうだね、うん、それはねさすがに、ね、頭の中でこう想像で乗り換えてるよね、はいはい、そう、うん、すげえ車だなみたいなのはある。それが一時期っていうかなんとなく思ってたのは、うん、あの PUBG のさ、うん、バックパックあるじゃない、はいはいはい、レベル1レベル2レベル3みたいな、で俺が持ってるバックがすげえあの PUBG のレベル2バックに似てたから、うん、レベル 2? レベル2のなんかでバックに似てた。あのちょっと なんつったらいいんだろう、もう分かるよ、なんかちょっとこうモコッとしてる、うん、背中にちょっと入れるものがあるみたいな、だからなんかバックを見るたびにこれはレベル2だなとか、あの容量だなみたいなことをなんか思いながら、レベル2バック持ってくかみたいな、レベル3が欲しいなみたいなことをなんか考えてた気がする。あバック容量みたいな、バックか、あ、こんなんこんなんか、こんなんあるよな、そういうのな、アイテムね、うん、そう、うん、アイテムね、アイテムにこう影響されちゃうみたいな、これはこんな感じだなみたいなね、うん、じゃあ皆さんの思っているゲーム脳についてちょっと教えてもらいましょう。はい、はい、まず結構これねみんないろいろあると思うけど、お祭りさん男性の方、うん、はい、どうさめさてとさこんばんは。はい、こんばんは、こんばんは。今回のテーマゲーム脳ですが、私がこれゲーム脳だなと感じるときは、現実世界でクリアリングをしているときです。あー、COD のやってた時とか結構そうだね、うん、角見ちゃうとかね、ね、うん、基本実況者さんの動画を見る時間が多く、自身でプレイをするのは最近だと Apex を週に 2,3 時間程度なんですが、うん、普段歩く道でも細い横道があると誰もいないか確認してしまう癖がついてしまいます、うん、無意識でやってしまっているため、やった後しばらく経ってから、あーさっきなんかクリアリングしてたかもと気づき、一人でこれゲーム脳だなと思っていました。ただ、これまでにそういったことはないのですが、急に横道から自転車が出てくるとか、とっさの判断が必要になるときにはもしかしたら役立つのかなと思いつつ、今日もいつもの道をクリアリングしながら行っております、うん、なるほどね。角とかはまあ確かに一時期視線が行ってたらなんだか知らんけど、そうだね、うんうんうん、あったかも、うんうんうん、続きまして、はい、はい、ハータル花粉症さん男性の方、はい、ドン様ペイ様テッド様こんばんは。こんばんは。400回おめでとうございます。ありがとう、うん、今回のテーマゲーム脳、私のゲーム脳体験はドラマや映画を見ているときに画面の端っこなどでかすかに動いたりするものや人に注意がチラチラと言ってしまうこと、うん、
です。おお、これ俺あんまないかな。画面の端。うん。まあ Apex、この人も Apex なんだけど、うん、やるようになってから画面に映る細かいところに気がいってしまうことが多くなってしまいました。ただそのおかげでこんな細かいところまで作り込んでんだなと感心することも増えました、うん、皆さんは端っこなどが気になることありますでしょうか。端っこ、端っこっていうか、まあそうだよね、基本的にこう真ん中ぐらいをぼやーっと見てたりはするけど、うんうん、敵どっかにいるかなって時に見たりするもんね、なんかかすかな動きで、あってこう視点が動くみたいな、うん、多分そういうことだと思うんだよね。あの、うん、だいたい、まあ、右クリックとかさ、プレスだと L2 トリガーを押す、あ、うん、L2 だな、押すと覗き込むでしょう、うんうん、はいはいはい、あれ覗き込んでさ、中心を見てない時って割とあるよね。あるね、あるあるある、覗いて周り見るみたいな、うん、周り見てどうなってるかみたいな、うん、それはよくやるな。なるほど。続きましてもつにさん、男性の方。はいはい、最初の参加の方、こんばんは。こんばんは。こんばんは。私は車に関するゲームが好きで、ザ・クルーやニードフォースピード、うん、車メインではないですが GTA5 などをよくプレイしています。うん、そういったアメリカを舞台にした車のゲームをよくやっていると、リアルで車を運転するときに日本の左側通行に違和感を感じてしまうことがよくあります。ああ、これでもなんかちょっとわかる。俺なんかだったな、俺もそれ。どっち通行だっけってなんかこう、あれね、そう、どっちが正しいんだっけってなっちゃったことあったな。うん、どっちが正しいんだってなった時は確かにあった。うん、幸い私の車は右ハンドルなので間違えることはないのですが、一瞬ドキッとします。あと F1 シリーズも好きで毎年新作を買ってプレイしているのですが、うん、これもリアルで車を運転している時、カーブに差し掛かるとどういうラインで走れば効率がいいかとか、ライン取りめっちゃわかる。ライン取りね、これもわかるわ。速攻の蓋を遠赤に見立ててどうやってカットしたら速く走れるかなと考えてしまいます。もちろん危ないので実践はしませんが、こういった時にあーゲーム脳が発揮してるなと感じます。ライン取りとかはなんかちょっと、ライン取りはね、ちょっと膨らんでみたりね。そうだね、わかる。あのなんかの時に話したけど、前に住んでた実家が、うん、あの教習所みたいになってるって話。はいはいはい、はい、途中に S 字クランクと S 字とかさ、クランクがあるって話で、その時のやっぱライン取りはマジで考えたね。あ、うん、あ、これゲームでもありそうなやつだなみたいな。ラインがあってこう、そうパタ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 ってなんか進んでくる。そう、赤から緑になって、そう自然とライン見えてくるやつ。なんかちょっとわかるわ。めっちゃわかるわ。続きましてドラえもんぬ30歳の方。はい、どうさんべさてとさん、こんばんは。こんばんは。こんばんは。今週のテーマゲーム脳ですが、私は一時期マイクラにドハマりしてました。マインクラフト、15時間勤務を終えて帰宅、15時間、3時間仮眠して8時間ぶっ通しでマイクラをするという生活。うわ、すごいね。すごいね。鉱石を集めるためひたすら地下で掘り続ける日々でした。そんな生活を繰り返していたある日、職場で工事のため上の階のトイレしか使えないという状況になってしまいました。あらら、うん、トイレに行こうと向かっていた時、ふと正方形のフロアタイルを見て、これ掘れるなと思ってしまい掘れねえよ掘れねえんだな、うん、あ、いや、これゲームいけない、やりすぎたかもと反省しつつ、うん、暗い階の下へと降りてきました。無意識にいつもの通り鉱石を掘りに行かなきゃと思った。あ、だから下の階じゃなくて上の階に行かなきゃいけないのに、あ地下に潜ろうとしたってこと。マイクラで地下行ってるから、うん、下だ下だっていう風にそのまま地下行こうとしたんだ。あー、やべえな。トイレは上の階ですと。それ以来現実世界がマイクラの世界に見えるようになって自分が怖くなり、マイクラの時間を見る見る減っていきました。うん、危ないからね、ちょっと取り戻さなきゃってことね。あー、ゲームの影響力の大きさを肌で感じめた初めての体験になりましたと。なるほどね。マイクラか。マイクラ俺あんまないか。俺もないな。マイクラはそうだね。長いことやってるけどマイクラのになったことはないな、あんまり。そうね。うん、続きまして、はいはい、朝霧キヤさん受精か。はいはい、大将さん、こんにちは。こんにちは。こんにちは。今週のテーマゲーム脳について、うん、私はゲームと現実がよくごっちゃになってしまうのですが、
例えば牧場物語というゲームをしていて、うんゲームの中でジャガイモが必要だった時、うん、現実の仕事から帰り道の寄ったスーパーで、あ、ジャガイモ買わなきゃとカゴに入れた直後、ジャガイモは何使うんだっけとリンク、そこのリンクか、すごいリンクの仕方だね。本当だね。とにかくもうジャガイモが必要だっていう頭になってるから、スーパーに行っても、あ、ジャガイモ、ジャガイモだって、でしばらく考えてから、あ、これはゲームの中でレシピを解放するのに必要だったとなったりとか。なるほどね。リアルで引っ越した直後、傘立てが欲しいなと考えてるとき、うん、その前日に動物の森というゲームで、うん、傘立てのクラフトレシピ、動物の森もそういうなんかクラフトレシピみたいなのからアイテム作ったりもできるからね、傘立てのクラフトレシピを覚えたことを思い出して、あ、クラフトで作れるわというクラフトで作れるわ、結構来てるね、結構来てるね。現実世界で材料を探そうとした直後に、あ、これちゲームだわとなったりしています。すげえなそれ、すげえわ、すげえな。まだ自分で気づけているのでギリギリなんとかなっています、うん、がそのうち取り返しの疲れで失敗をやらかしそうで少し心配です。あ、なんかちょっと気をつけてほしいですね。そうだね、うん、思ったよりも俺ゲーム脳になってないかもな。そうだね、この人がこの人がいるとなんか俺そうでもない、ね、そうね、なんか狭間、うん、ちゃんと狭間にいるな。そうだ ね, そうだね。続きまして、あ、この人もマイクラだな。未確認済み、未確認済み生物さん、女性の方もマイクラで、うんうん、まあ、我々の自分勝手シリーズを見て、それに影響を受けマイクラをやるようになったんですが、うん、最近はハマりすぎたせいか、建物を見るとマイクラの何ブロック何、マイクラのブロック何マス分かというのを脳内で数えるようになってしまいました。 あの階段はだいたいブロック4つ分かなとか、この建物横何マスかなと気づいて、これはゲーム脳かなと思ったと。なるほどなるほど、マイクラいってるね。マイクラ多いんだ ね, ね多いね、うん、マイクラやっぱだから結構あんまりやってなかった人とかが、例えばマイクラバッてやった時に、うんうんうん、そういう風に感じちゃったりもすんのかもしれないね。そうだね。続きまして、このゲームは多かったな。なつきちゃんさん、女性の方、はいはい、今回のテーマゲーム脳に関して、うん、高校2年か3年の頃レインボーシックスシージにドハマりしていた、うん、放課後学校から帰宅して、レインボーシックスシーズを友人とオンラインでプレイしていました、うんうん、母に夕飯の時間だと呼ばれ、ゲームを切り上げて2階から1階に降りようとした時、ふと天井の照明が目に入り、うんうん、その時私はなぜか、あ、これ監視カメラだから壊さなきゃと思い、あ手に持ってすらいないコントローラーのボタンを押そうとしました。あ、なるほどなるほどなるほど、なるほどね。監視カメラちゃんと壊さなきゃいけない、壊さなきゃいけない、カメラ壊さなきゃいけなかったな。あ、このね、レインボーシックスシージは結構いろんな人に影響を与えてるようで。あ、そうなんだ。そう、コマさん女性の方も、お店などで天井につけられてる半円状の監視カメラを見たときに、あるね、ああ壊さなきゃって思う。壊さなきゃ壊さなきゃって、うん、バッハさん男性の方も、ま、建物内の防犯カメラを見る、うん、もうとにかく探してしまうようになったと。はいはいはい、壊さなきゃいけないカメラをね、壊さなきゃいけないからどっかで見られてどこにあんだみたいな感じで、うんうん、結構影響を与えてるみたいな。与えたね、与えてるね。ピュンピュンピュンってやってんだ。ちなみにコマさんが言うには、お三方がプレイされたこと、うん、いた頃からオペレーターがだいぶ増えまして、現在攻撃オペレーターが31人、うん、防衛オペレーターが32人の63人になる。めちゃめちゃいるよね。そんなにいるんだ。めちゃいる。だって100人目指してるみたいな話だったもんね。うん、最初。そうなんだ。いや、そんなわけねえだろって思ってたけど、今となればもうあながち、そうだ、もう60何人もいれば。すげえな。そうなんだ。続きまして。はい。たまごクラブ、ひよこクラブ、アナルプラグさん、男性の方。アナルプラグ、どうもね、どれ見てんだよ。最初皆さん、こんばんは。こんばんは。こんばんは。
自分がよく体験するのは現在ハマっているゲームに出てくるものが現実のものと重なる瞬間です、最近エルデンリングにハマってるせいか先日会社の敷地内でおそらく以前から生えていただろう葉っぱが大きめで赤っぽい雑草を見つけるなり、アルテリアの葉が生えとるとちょっとだけテンションが上がりました。あなんかあるなあ、あるあるね、赤いやつ、うん、他にもエーペックスにお熱な時は街中運転中に横目に見えたアパートの横長のゴミステーションがサプライボックスに見えたり、お三方がやっと標準差が以前プレイされていたサバイバルイカルスにハマってる時も、程よい大きさの石や枝を見つけると拾えると認識したり、はいはいはい、このような経験をされている方はいらっしゃいますでしょうかと。あ、まあだからアイテム関連だよね結局。そうだね、アイテム関連ね、うん、リンクしてるね、まあ、なんか、あ、これ似てるなって思う瞬間は結構あるかも、うん、このゲームのやつだみたいなのをふと思う時あるか、まあ、確かに最近そのグラウンデッドっていうゲームをやってて、はいはいはい、うん、虫を見つけるとあれこれちょっとなんかちっちゃくなってるやつとかいるのかなって一瞬よぎるんだよね。ああの世界、ね、うん、一瞬よぎる。もしかしてめっちゃちっちゃいからな、あの世界ね、ちっちゃくされてるやついるかもって一瞬だけよぎることがある。めちゃくちゃだから部屋で冒険してる可能性もあるから、ね、いやあるんだよね、うん、あと単純に虫がより怖くなる。そうね、こいつ強えんだよなみたいな、こいつ強えんだわって刺激が強え、蜘蛛強えんだってみたいな感じになったりはする。続きまして、うん、角刈りチュンリー30歳の方、はい、今回のテーマのゲーム論ですが、はい、私は物の金額をゲーム関連に換算してしまうことがあります。うん、例えばテレビ番組などでファッション系の番組を見てるとき、このセーター1万2000円だったらゲーム2本買えるなとか、ああなるほど、そういう意味のね、なるほど、5、6万円する料理を見てプレステ、5買えちゃうなと思ったりしています。物の値段すべてをゲームソフト、ゲーム機本体に置き換えると自分にとって高いのか安いのかの判断しやすくなるか。ああなるほどね、だからこれはゲーム好きあるあるかもしれませんかと。うん、なるほどなるほど。なんか昔ガチャとか引くようになった時はこれガチャ何回分かみたいな、あなんか感じになってたような気がする。3000円ぐらいで大体さ 10連回せるとか。確かに確かに、そうそう、1万円だと3回か、うんみたいな、あそれは結構あるんじゃないかな、みんな何々換算するやつも。じゃああるかもしんねえな、うん、続きまして、はい、天森カフカさん女性の方、はいはい、大丈夫さん、こんばんは。こんばんは、こんばんは。今回のテーマについて、災害を生き抜くアドベンチャーゲーム絶対絶命都市、あー、ありますね、の、4プラスをプレイした後は、うん、しばらくこの建物はガラスが降ってくるから危険とか、まだ災害に見舞われてもいないのにゲームのシチュエーションを似たような場所をゲームのシチュエーションに似たような場所をひたすら避けて遠回りをして街を歩いたような時期がありました。これも一種のゲーム脳になるのでしょうか。なるほどね、あれはね結構、まあ、リアルなというか、そうね、なんて言うんだろうね、うん、あれはあれでやっぱこう現実味があるような部分あるから ね、うん、そうだね、だいぶあるよね、日常がこう壊れていく感じ、結構リアルに。だからなかなか出なかっただよね確かね、そのなんか新作が出ますみたいな感じだったけど伸びちゃってたよ ねだいぶね、震災とかね、うん、いろいろあって伸びたみたいな話もあって、うん、まあそうだよなとは思いながらも、うんうんうん、まあ、でもあのゲームの結構やっぱりそういう災害に対してこうちゃんと向き合ってるから、うん、どういうとこが危ないんだなとかこういうことなんだなとかなんとなくこう理解できて、うん、いいゲームだなとは思うけど、ね、そうだね、俺も初めてやった時結構楽しめたし、うんうん、学んだことも ね、多かったし、うん、よかったですよね。続きまして、お供のモンペさん女性の方、うんうんうん、はい、ドンさん、ペンさん、テッドさん、こんばんは。こんばんは、こんばんは。早速ですが今回のテーマ、ゲーム脳について、私の場合屋外での高い建造物を見た時にどこに手をかけ、どの順でどの経路をたどりどこまで登っていけるかを考えてしまう
アサシンクリード脳です。ああ簡単に登っていくからな。そうだね、ひょいって登って行くからね、天国上に行くみたいなね、出っ張りのやつね。ゲーム中は常に侵入経路を探っているため、こっちだと敵に見つかりそうだから裏手あたりから登りたいとか、やはりイーグルダイブできる池とか周辺にあるかなどなど考えてしまいます。いやわかるな。なんか登るっていうのは確かにちょっと、うん、パルクール系のゲームとかさ、うん、いやそう、うん、あった時になんかこういうとこ行けるなって思っちゃってたな。俺スパイダーマンになってた時あったんだ。スパイダーマンはもうあれはそう、スパイダーマンだったらこのビル普通にこう登っていけるし、走っていっちゃうからな。そうそうそう、まず屋上に行くじゃんね。そうだね、うん、まあ行くね、行ってるなとか。でここに糸をくっつけてスイングするなとか。いやわかる、ね、スパイダーマンは結構うん、影響力あるね。あるね。うん、ある。だからなってた、スパイダーマンに俺は。なってた。なってた。なってた。学生の時もなったからないかな。なってるなってる。うん、続きまして、はい、はい、白ご飯大好き30歳の方。はい。選手の皆さん、こんばんは。こんばんは。こんばんは。今回のテーマゲーム脳ですが、私は10年くらい前にファミリーフィッシングという Wii のゲームにハマっていました。ほう。そんなゲームあったんだね。釣りか。うん、このゲームは、海釣り川釣りはもちろん絶滅した古代魚も釣ることができ、うんうん、やり込み要素が多くかなりの時間このゲームに費やしフィッシングライフを謳歌していました、うんうん、その結果実際の釣りはやったことないのに魚の名前に詳しくなったのはもちろん、水族館に行くとありとあらゆる魚を見てはドヤ顔で、あこれ釣ったことあるわと。うわないだろ。今でも言ってしまいました。なるほどね。ファミリーフィッシングは今でもたまにやるくらい神ゲーなので、新作がスイッチに出る日をずっと待ち望んでいます。でも、ファミリーフィッシング確かに釣りとかはあんまやんないけど、だからゲームでしか確かにやんないな。うん、確かに、うん、そうだね。でもゲームでやったら詳しくなるんだな。やっぱね、桃鉄とかだとさ、地理がちょっと強くなるみたいな、うんうん、なんか特産がちょっと分かるみたいなのはあるけど、うん、知識が増える系のはいいことだよね。釣りゲーのゲームってさ、結構パソコンでも割とあるんだけど、日本語化されてなかったりして、うん、そうだね、そう、あーこれやりたいのになーっていうのが分かる、あるんだよね。やって見てて面白いのかなっていうのもちょっとそう。あ、まあね、これ見てる人どう思うかなとか、あまりにもコアだよね、ちょっとそうだからリアルなところになればなるほど、ね、ちょっとね、時々さ、そのスチームとかに出てくるじゃん。そう、出てくる、釣りゲーが、あーなんかマルチとかあるっぽいけどどうなのかなとか思ったりもしたりはするけど、あと垂らしてるだけとかになっちゃう。そうだね、そうだね、うん、だからね。続きましてファットモンチーさん、男性の方。はい、ロンさん、ペサテトさん、こんにちは。こんにちは。こんにちは。今回のテーマゲーム脳ということで、これって僕だけなのかなと思いお便りを送らせていただきました。はいはい。うん。それは生活の中で実績解除という項目が頭の中によぎってしまうことです。おお。いわゆるプレステとかでもあるね、実績ポコンって出るやつ、ね。ポコンって出るやつな。こうなってしまったのも PC ゲームの、アプリ Steam でよく遊ぶようになったからだと思います。うん。Steam だと右下にね、こうなんか実績ね出てくるね。うん。ゲームを進めていく中でステージクリアをした時に画面の右端に実績解除という項目が出るんですが、うん、Steam で始めた当初の僕にはとっても新鮮で面白い機能だなと感じ、実績集めも兼ねてゲームを遊ぶようになりました。そんなある日、ゲーム内で間違えて人を殺めてしまった時に実績解除、うん、初めてのやらかしという項目が右端からにょきっと現れ、うんうん、その少し面白い文言で書かれている実績が僕のツボにはまってしまったのか、うん、そこからサブ実績集めにも注力するようになりました。なるほど。実績すごい集めてる人とかいるもんね、解除する。まあ確かに。だよね、コンプするみたいな。うん。あるよね。一つの目標だよね、あれはね。ね。うん。そして生活の中で、部屋の掃除をしたら実績解除みたいなの出たら面白いだろうなといろいろ妄想し、現在では何かやるごとに脳裏の右下に実績解除がニョキッとよぎるようになっています。すごいな。トイレなどでも会長の時は実績解除
孫をことなき一本グソという実績が解除されてます。右下に出てくるんだよね。出てくるんだ。よく解除できそうだな、なんか。そんな僕のゲームのなお便りでした。実績ね。実績解除は本当にでも最初は Xbox の方で経験したけど、うん、やっぱハマるよね。楽しいよね。あれが欲しいってなる。ポイントが欲しいみたいな感じになる。あの Xbox の時はそうポイントを貯めれたじゃん。あ、確かにもらえたねポイント。ねえ、ポイント実績にポイントがついてて、この実績の場合は何十ポイントみたいなのがあって、うん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 、それがどん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 こうなんかプロフィールのところに蓄積されていくから、そう。そうだね。それが溜まっていくのが結構面白かったんだよね。だからなんかマックスにしたかったもん、うん、そうそうそう、だから気づいた時に結構これいけてるなみたいなさ、うん、コンプリートできそうだなみたいな瞬間とかもあったりしたしね。あったあったあった、ね、好きなゲームやってると、うん、最近俺トント実績見なくなった。あんま気にしてないな。全く興味がなくなってしまったね。なんだろうね、なんでしょう、実績だみたいな感じくらい、うん、あんまりこうね周りに見える状態っていう感じではなくなってるからかな。なのかな。ああ、そうね、うん。そうかもしんないね。続きまして、はい、はい。まあ、ゲームのとはちょっと違うけど、スベスベマン十がに略してスベマンさん女性の方。はい。最初皆さん、はい、こんばんは。こんばんは。こんばんは。400回おめでとうございます。ありがとうございます。今回のテーマゲーム脳、私のゲーム脳はちょっと趣旨から外れるかもしれません、うん、私は幼い頃からゲームが大好きで、今ももちろん大好きでゲームをやらない日はないです、うん、そんな私は2児の母ですが、うんうん、ゲームが楽しいということを誰より分かるので、子供たちにゲームをやる時間を制限することがありません。はいはい、はい、あら、もちろん学校の宿題や学校の準備が終わってからこの時間以降はゲームをしてはいけない、この時間は必ず寝る準備をするというルールは定めていますが、あ、ちゃんとしてます、うん、それに反しなければ子供たちがいくらゲームするのも咎めることはないです、うんうんうん、そういった生活を続けていたところ、長男は小学校の卒業文章にプロゲーマーになりたいと綴り、うん、おーいい、その際私がチェックしてプロチーム名やオーナー様の名前を添削し、うん、提出しました。ちゃんとしてる、ちゃんとちゃんとね、現在は県内のプログラミングが学べる高校を志望し始めています。これがいいことなのかは何年も後になってしか分かりません、うん、息子にはプロゲーマーになれるのはほんの一握りで、どれだけ毎日頑張ってるか、オーナー様が、なんで様なんだろう、オーナー様がどんな気持ちでいるのかと言い聞かせておりますが、ああ、本人が望むのであればできる限り希望する道へ進んでもらいたいと思ってます。なるほど。 あとゲームばかりでは良くないので、週に一度は必ずボルダリングに通わせていますし、お、私も一緒に登ります。すごい、運動までね、すごい。息子の友達にはゲームが嫌いな子もいますし、私の姉もゲームが嫌いです。こんな我が家を欲しいなと思う人もたくさんいるとは思います。ですが私は子供たちと一緒にゲームするのが大好きだし、一緒に壁を登るのも楽しいです、うん、こんなゲーム脳な親がいても現代ならいいのかななんて時代に許されたい私です。あ、いや、ね、素晴らしいと思いますけどね。ね、うん、あ、まあでもプロゲーマーね、まあ確かにまだまだね、その日本では認められてはいないし、うん、食べていくのもまあ大変だとは思うけど、目指す分にはね、うん、別に野球選手とかとはあんま変わんないわけだし、変わんないですね。そうだね、うん、まあ昔よりかっていうのは実際ね、着々と来てはいるような感じはするからね、うん、スポーツもまあどんどん盛んになってってるしね、うん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 、だからまあプロゲーマーとあとはストリーマーとかともなんかこう両立できるような体制でいくといいんじゃないかなと思うけど、そうだね、そうだね、うん、ちゃんとねその後のね、うん、そうだね。でも本当時代が変わってちゃんとその選手の人たちやストリーマーの方たちにそのスポットライトが当たるようになってきてるから、日本でもそうだね。だからこそ逆に気をつけてほしいのが、その普段の言動や、そうだね、ツイッターでのつぶやき、主にツイッターでのつぶやきは本当にあのちょっと気をつけて一生残るから。でそうなんですよ、でしかもスクショされるんで、そうなんです、魚拓取られちゃうので気をつけた方がいいです。だからやっぱりそれって普段の言動が結局書き込みとかに現れちゃうから、そうだね、どういう言葉を使ってゲームしてるのかっていうのを結構注意して見てあげた方がいいかなっていう気は
そうね、するからプロの方もなんかまたちょっとあったり、またちょっとなんかそう問題があってね、ちょっと活動自粛みたいになっちゃったりとか、うん、よく見ますよね、よくある、プロの方たちって最近本当によくあるから、うん、これってでもやっぱりその普段オフラインっていうかこう配信してないとかそういう状況で、うんうん、もう平然と仲間内でそういう言葉使っちゃってるから、うんうん、その言葉の意味っていうのがどんどん薄らいでっちゃって、うんうん、なんかバカ野郎とかと例えば、まあ、バカ野郎もあんま良くないだろうけど、うんうんうん、そういう言葉と同等になっちゃってるみたいな部分だと思うんでね。そうだね。だからその辺やっぱこうちゃんと意識できるようになっとかないと、後々せっかくねその活躍できる場なのに失われちゃうみたいなことがあるかもしれないから、うん、うん、でまたプロゲーマーってみたいに言われちゃったりとか、ね、いやそうそうある、悲しいことにはなりかねない。悲しいわ。そう、子供のうちからそういうのも良くないんだよってことはちゃんと知っとくべきかなとは、うん、まあこれは別にゲーマーに限った話全然ないんだけど。そうだね、うん、よりねゲーマーっていうだけにその世間的に取り上げられやすい状況になるから、うん、気をつけてほしいなとは、ね、チームもそういうなんか体制は作ってってほしいね今後もね。なんかそうだね、しっかりしたそういう SNS の部分とか、うん、そうね、うん、でもこれは本当に最近 SNS が本当に急速に発達しちゃったからさ、うん、なんか学校で教えるぐらいのでも、まあご家庭でもそうだけどリテラシーね、うん、なんかね、うん、まあその授業って多分あんま面白くないんだろうけど、うんうん、なんかねこうもうちょっとこういろんな人に広がればみんなこう静かに暮らせるのになとは思ったりはするけど。そうね、なんか学校でまあ今あんのかな、いや、まあ、もしかしたらあるのかもあるかもしれないから、うん、うん、なんかちゃんとやってもいいのかなっていう感じは、ちゃんとそういうのをやるべきだし、こう道端で出会った人に中指を立てちゃいけないよとかもね、そうちゃんと教えなきゃ本当ちゃんと教えだから、ね、うん、かわいそうだなとは思ってるそういうかわいそうだなってなんだろう、かわいそうだなって背中で感じながら、ね、俺は歩いてった、ね、確かに、うん、かわいそうな息かもしれないな、これは指立てるじゃんって思う、みんなはだからこれは良くないんだなって反面教師ね、でそう生きてほしいかな、うん、確かにネットリテラシーとかほんとちょっとねなんかそうだね、うん、うん、なんかたまにオーナーさんもすごい口悪い時あるからさ、びっくりする時あるんだよね。そうだね、いや実際それで問題になったケースもある。あるよね、まあ、もう口悪い以前のその素行の問題何かしら ね, ねせっかくなんかやっちゃったみたいな、なんかとってもいいチームだったのにみたいなそうだね、うん、ありますよね、あったりはするよね。そうね、一時期それですごい話題になっちゃってさ、うん、本当 に日本の活躍がねこう頑張ってた時なのになんかみたいな、うん、なんもったいないよね単純にね。そうだね、うん、もったいないね。ゲームに興味ない人も見るかもしれないのに、うん、それをねいきなり見た時どう思うんだろうっていうところだよね。だからそのなんか、うん、ゲームの中で当たり前になってる言葉とかもさあるじゃんね、うん、それをゲーム外の人が見た時ってやっぱそうだね、うん、まあもちろんこれは我々も気をつけなきゃいけないな。いや本当にそうだね。いやそうだね、で我々もね別にちゃんとしてるかって言われたら そんなことないわけで、うん、してない言動にはね気をつけなきゃなとは思う。難しいですよね。難しい。やっぱりゲームってまあこれはいつまで経っても多分今後も、うん、その影響としては良くないものって思われていくだろうし、うん、これはそうだね、しばらくというかちょっとどうしようもない部分、もちろんその、うん、子どもの時代にはさうちらだってその勉強よりもゲームしたいって思ったのはとだわけだし、うん、それはね親御さんからするといやゲームもーみたいになるのはねまあわかる。そうだね、またやってるみたいなね、うん、それがこう社会にこんな悪影響を及ぼしてるんですよっていうのがこう誠意しやかに関連付けられていくっていうのもまあなんか違うんだけどしょうがない部分でもあるから、うん、だからこそちょっと襟を正してねやっていかなきゃなとは思いますよね。そうですね、そうですな、ではラスト、はいはい、
ハーレーデブットソンさん、男性の方。デブ。デブ。デブコラ。デブコラ。どうもこんばんは。今までのあなた。今言ってた人たちだよね、今ね。だっこれ、まあね、しょうがないね、だって名前。そう、流れ、今の流れはこの人が悪いよ。しょうがないよ、だって。うん。この人が気をつけるべき。名前つけちゃってんだもんな。名前にそれを入れちゃダメなんだよ。ダメなんだよ。どうもこんばんは。こんばんは。テーマがゲーム脳ということで私の思い出を語りたいと思います、うん、20代の頃私はシミュレーションゲーム、とりわけギャルゲー、うん、まあカッコしてエロゲーって書いてるけど、うん、をよくたしなんでおりました、はいはい。こういったゲームはヒロインの好感度を上げるために必ずと言っていいほど臭いセリフがあります。例えば、君の目が綺麗だから周りなんて何も気にならないとか、これはねヒロインが周囲から疎まれ主人公に元気づけられるシーンっていうらしい。あとは、なぜかいつも戦闘に巻き込まれる主人公がヒロインを励ますシーンで、俺はただ君との時間が幸せだからいつまでだってここにいられるとかね、まあそういうかっこいい。あるね、かっこいいとか、まあ、臭いセリフだけど、 ありますね。なるほど、なるほど、聞くだけで背中が痒くなるようなセリフを毎日のように見ていて私は、ギャルゲーの主人公が言うかっこいいセリフを使えば俺にもヒロインが現れるかもと思い、すごい、ね、ああ、なるほどね、実際に使っていました。おーい、いいね。例えば、まあ、ナンパや紹介で知り合った女の子と仲良くなったらタイミングを見計らって、俺がいつでもそばに行くから遠慮しないで頼ってくれとか、あえな、さ、周りなんて関係ない、今一緒にいたいのは丸々だけだからとかいろいろ言って相手を困らせていたのを覚えています。うわ、困る以上の何かだよ、そんな、ね、帰るでしょうね。ただそのようなセリフで実際に付き合うまで発展したのは4人中1人。やばい、結構1人はいたんだね。 1人いた、うん、ただその子は数ヶ月後に浮気され別れました。うわ、あれ、結論からしてこれらのセリフは、相手が自分を好きだという前提がないと意味がないということを判明し、え、そうなの、いや、不意しました好き、まあ、少なからず相手が自分に好意を抱いてない限りはこんなセリフを言ったところで気持ち悪いから、今みたいな、今みたいな感じになるぞっていうことだよね、うんうんうん。ただそのセリフを言った時にキモいとは言われなかったので多分大丈夫だったのかなと思ったりもしています。いや、思われてるよ。まあ、漫画とかのセリフとかだったらね、なんかちょっと憧れて使いたいなと思ったりとかしたことはあったけどな。なるほどね、ギャルゲームね、こういう影響が出てたか。浮かねないな。でも言われたいっていう人もまあいる。あ、まあ、ね、その人も同じようにそういう世界観が好きだったらあるな、うん、そうだね、こういう風に言ってほしいな、素敵だなと思う人もそうなるのかもしれない、そうなるかもしれない。むずいね。でも難しいよ、難しいよ、いくらその好意を持っていたとしてもむずいと思うわ。そうだ、そうね、一発で嫌いなの可能性あるからねこいつやばってなるもん、ね、なるいつ三人称が好きだって時 のリバイブリバイブって知ってるっていうのが、あ、確かにな、破壊力というか通ずるものあるな、ほほほってなるあれはテッドさんの言い方も大概だったけどね、まあ、あれはプラスされてた、テッドさんの言い方がね、あれやばかったもんね、いつずるの、あれはやばかった、第何回で現れたのかちょっと忘れちゃいましたけど、そうだね、あったわ、あれは面白かったです非常に。というわけでテーマを送っていただきありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。では普通のお便りもいくつか、はい、見たいと思います。はい。まずはポコリンコさん、女性の方。ポコリンコ。はい。いつも楽しい動画雑談放送ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。尾骶骨を骨折された方のお便りを聞きまして、前回かな、うん、なんかあったよね。尾骶骨骨折して横を向きながらなんか動画見てるみたいな、うん、レコーダーしていただきました、うん、私も3年前に階段から落下して骨折ではありませんが尾骶骨のひび割れを経験しました。いやー、痛い、痛い、数日は座るのもしんどい、寝ていても痛みで目が覚めると散々な日々を送ったのですが、それも徐々に緩和し
うん、もうすぐ普通の生活が送れるかなと思っていた矢先、違う症状を発症するようになりました。それがめまい、吐き気、手足のしびれなどです。うわ、あ、1ヶ月のうち必ず1回は発症し、1回となると2週間はまともに食事を取れません。あ、そんなに、いや、きつい。それが半年ほど続き、体重も5キロほど減ってしまいました。あららららら。もちろん階段から落下した時に整形外科を受診したのですが、その時は尾底骨は何の役目もない骨だから折れたところで害はないよと言われ、あれ、あ、何の役目も、役目はないんだ尾底骨って。基本的には役目ね。そうなの。まあでもそう言われると確かに、別に座った時にめちゃ大事そうな気がするんだけどな。何なんだろうね。まあ、特に処置は受けなかったと。ただ、まあ、こういう風な発症するとこのままではもう死んでしまうかもと思い、1年間いろいろな病院や施術院に通院、最終的に私を救ってくれたのは選球院かな。選球院、うん、ああ、うん、でした。はいはいはい。そこの先生に、背骨から骨盤あたりには多くの自律神経が通っているから、それでこの症状が出てるのかもねと。あと、実は尾底骨は首と同じぐらい大事なところなんですよ。やっぱそうだよね。やっぱそうなんだよ。そうだよね。そうなんだよ。危ない。そもそも何大事じゃない骨って。ねえ。だって大事そうだもん。まあ、あんのかもしんないけど、尾底骨大事そうだよね、なんかね。うん。施術の甲斐あって今では問題なく生活が送れています。私が思ってる以上に尾底骨は大事なところなんだなと痛感しました。ちなみに私が落下したのはまさかの実家の階段なので、普段降り慣れているところでも油断したり体調が優れなかったりするとすっ転んでしまいますので、皆様もお気をつけくださいとのことでございます。なるほどね。いやだから尾底骨だからって、まあ、あんまりこう舐めずにちゃんと治療してできないですよね。そういう症状が出るかもなってだから思っていった方がいいんだね。これはでもちょっとためになりましたね。いろんなところから神経ってつながってるからな。そうだね、うん、思ったより複雑な構造というかさ、結構複雑よ。そうよ、こっちがあっちにこうなんかつながっててみたいなのが多いらしいからね。続きまして、はい、ネルシさん、女性の方。ネルシ、ネルシドン、さん、ペンさん、鉄道さん、はじめまして。はじめまして。はじめまして。雑談400回達成おめでとうございます。ありがとうございます。三人称さんの雑談をゆっくり聞き始めてから3年が経ち、おー、ありがとうございます。現在、これは、5月2日現在ね、4日前かな、現在第300回を聞いています。おー、2年前のやつ。なるほどなるほど。YouTube に上がってるものを順番に聞いていっています。2019年頃からゲーム実況にはまりゆっくり聞き進めていますが、300回の中で、400回は2022年の4月5月かな、 5G はどうなってるかなと話していました。言ってるんだ。なるほどね。鉄塔さん、 5G は始まり段階ですが徐々に拡大しています。ビンビンです。300回あたりではドンさんのヘルニアが判明した時期。おうおう、現在の体調いかがでしょうか。え、首かな。300回あたりね、そのあたりでだからこうだったって言ってるってことかな。え、もうそんな経ってんの。だからもうそんな経ってんじゃない。あ、怖っ。2年、この人が言うにはそうらしい。そうですか。もうだからそんぐらいのお付き合いがあるね。ああ、付き合ってんな、そう考えると。結構付き合ってるね。最近はどうなの。最近全然もう本当症状は現れないですけど、まあ、先生は いつかまた来るよとは言ってたんで。なるほどなるほど。いつ来てもいい体制は取ってるんですけど。なるほどね。備えているという。ちなみにペイさんはウォーキングを始めた時期でしたが続いてますか。始めてたんだ。終わってんだじゃん。終わってね。終わってるね。終わってるね。でもあの時期だ。ああ。ちなみに300回前後から、体の健康面の話も増えていました。2年ぐらい前からね、増えてんだね。やっぱこの2年で現在はどうなんでしょうかと。400回までの間にはコロナは収まらず、営業店の解散
ドンさんの休暇などいろいろありましたが、うんうん、続いてるのは本当すごいと思います、はい、元気と笑いをたくさん提供していることに感謝しかありません。これからも無理なくお三方のページで雑談や実況を続けてしていただけることを願っています。ああ、このお便りが読まれているかは未来の私しか分かりません。読まれているといいなと思いながらこれからも順番に聞いていきます。なるほどね。なんかいいな、素敵だな、ちょっとな、時々なんかその過去の聞いてますっていうお便りが来たりするよね。うん、うん、また聞いてもらえるといいけどね。400回まで。そうだね、そうだね、結構かかるだろうな、多分結構かかるな、うん、ではちょっとおまめちゃんを紹介させて、もらいましょうかね。はいはい、お願いします。まずはおまめちゃんというのは皆さんが知ってる豆知識を教えてもらうというものですが、合ってるかどうか分からないので気になった方は自分で調べてみてください。ありがとうございます。お願いします。織田信長本物さん、男性の方のおまめちゃん。マジか、すごい本物から来たな。最初の皆さんこんにちは。こんにちは。こんにちは。第399回の雑談内でスタバのカップサイズについての話があったので、うんうんうん、そのことについてのおまめちゃんを送らせていただきます、うん。配信内でも言及された通り、ショート、トール、グランデ、ベンティの4種類があると、うん、ショートが 240ml、 トールが 350、 グランデ 470、 ベンティ590ですが、うん、実はアメリカ国内のみベンティのさらに上のサイズトレンタというものがあり、あへトレンタ、トレンタ、その内容量は 916ml。 やばい、1リットル、やべえな。トレンタスタバ、ちょっとおかしいな。ちょっと画像見てだってさ、マクドナルドもさ、うん、海外のやつとんでもないでかいコーラとかあるんだよね。確かに言うね。うやっぱこれなのか、いやちょっともう分からんわ。これがスタバ、いや分からん、なんか普通のサイズに逆に見えちゃう、ベンティとトレンタ。ちょっとなんか画像だと難しいなね。トールが本当だ、ちっちゃいのかなって思っちゃうわ。そうだね。916、 やべえな、やべえよ。飲めるのこれ、飲めんのか。でもあるってことはどんな、ね、味も全然違うものになってんじゃないのね。どうだろう、だから飲み始めと飲み終わりでさ、もうこれ違うよね、味変してるじゃん、ね、氷とかも入っ、大量に入ってるわけでしょ。これ多分コーヒーとかだったら飲み終わるまでに3回はトイレ行ってるわ多分。いや行くよなこんなんな。そんなサイズのものを誰が飲むんだと思われるかもしれませんが、うん、アメリカ国内ではスタバの他にも、ああ、マクドナルド。はいはいはい。の L サイズが 946ml。L がすでに。L がもう。だからもう日本とは L っていうサイズがもうすでに違うわけだね。すんげえ。日本の L って、まあでも日本の L もでけえから。まあでかいけど。まあでかい。まあ、それに比べもなんか高校生ぐらいの時はよく行ってた気がする。そうだね、うん、今はもう全然 L 行こうって思わないけど、うん、そうね。いやえぐ、コーラ946はえぐいね。えぐいな。そりゃコンビニのセルフサービスドリンクは、うん、ハーフガロンサイズ、これがね 1.89 リットル。うわもう何ガロンでガロンでいくんだもうハーフガロンだってハーフガロン1.89 リットルって給油でもするの、やばそうだよね。そういうサイズのなんか容器があって、それがコンビニのセリフで入れてって人が持ってけよってことだよね。もうすぐその場で、その場っていうか飲むようなのかな。それってもうカップとかじゃないよね多分ね、もうね。そうだね、カップなのかな、バケツだよ、ほんとバケツの意味だよな。そうだね、すげえすげえな。飲み物のサイズの大きさは正義という部分があるアメリカはね。 あとは特徴としてドリンクに氷が入ってることはほぼありません。そうなの、なるほど。いや確かに
めちゃめちゃ味変わるもんね。そうだね、氷があったら終わる頃溶けて大丈夫になるから、まあ、だから日本との考え方がそもそも違うのか、うん、違うな、時間をかけて飲めよみたいな感じもあるのか。なるほど、純粋でも純粋にだからもうそれだけ入ってるってことか。うーん、あーすげえ、なるほどなるほど。ちなみにこのスタバに関してまあこれはお豆ちゃんじゃないんだけど、うん、ジャニオタ男子さん、男性の方から、はい、ドンピシャさん、ペチャンコさん、テッドさん、こんばんは。こんばんは。元スタバ店員のジャニオタです。お、前回のテッドさんでスタバって緊張するよねとのお話が出てたので、少しでもスタバに行きやすくなればなと思いお便りを送らせていただきました。ほうほう、はい。まず前提としてスタバの店員さんはわからない方への説明にめちゃくちゃ慣れています。やはり、サイズはもちろんのこと、メニューの名前が呪文などと言われることも多く、これは何と聞かれることがほとんどです。ああ、なるほどね。そのため、聞くことに対して抵抗さえなければ、初歩的なことでも何でも聞いていただいて大丈夫。懇切丁寧に対応してくれると思います。ただ、わからないことを聞こうにもメニュー名が言いづらいや、お便りにもあったサイズ名が読めないなどあれば、メニューを直接呼び出して、これくださいと言っていただければ大丈夫。なるほど。うん、サイズはカップを直接お見せすることもできるので、うんうん、サイズ見せてもらえますかとお願いすれば、小さすぎ大きすぎなどは防げると思います。また慣れてきたらカスタマイズしてみるのもいいかもしれません。厚め、ぬるめ、甘め、甘さ控えめなど様々できる。あ、へえ、そんなことできるんだ。そうなんだ、ラーメンみたいなね、固めみたいなね、マシマシできるのかな。ぜひ店員さんと一緒に自分のお気に入りの一杯を探してみてください。へえ、なるほど。少しでもスタバをリラックスして利用できるよう願っております。さあ、やっぱ多いんだね。やっぱ多いだろうね。そりゃそうだよ、よかったわ。じいちゃんおばあちゃんなんかもう絶対わかんないもん。わかんないでしょ。メニュー名見ても結局これどんな味なのっていうの全然想像つかないもんね。どういう意味なのかがまあわかんない。結局頼まないんですよ。うんうん、わかるわ。続きまして、体の構造がほぼ牛さん、男性の方。はいはい、サニショーさん、こんばんは。こんばんは。突然ですが、サニショーの皆さんは食べられる水をご存知でしょうか？いや、知らない。食べられる水、食べられる、見た目は透明な膜に包まれてぷよぷよした不思議な物体で、名前をオーホーと言います。へぇー、 OOHO びっくりで OOHO OOHO OOHO、 掴んでる、なんか OOHO、 ああなんか OOHO リアクションとしてなんで、いや、なんかおかしかった、驚きで出ちゃった、うん、すげーみたいな、うん、これ水？水らしい。ロンドンの芸術大学に通う学生がペットボトルを減らすという環境保全目的のために作成しました。え、学生？天才だな。うん、この食べられる水オウホウの最大の特徴は、水が透明な膜に覆われているため手に持つことができる。ああ、だからこの画像とかで見るよ。うん、水分を補給する際はその膜、これが食用膜らしいんだけど、ごと口に入れて噛むことで膜が破れ、中に入っている水分を補給することができる。すごすぎ。だからさ、うちらがやってるグラウンデッドっていうさ、うんうん、ゲームで水を、水滴がこう水下に落ちてなんかそれを飲むみたいなのがある。ある。あれとはちょっと違うかもしれないけど、あんなイメージで。イメージが確かにそうだね。近い将来、水を飲むという常識が水を食べるに変わる日が来るのかもしれませんね。だって。これでも、どのぐらいの量なんだろう。ね、一回どのぐらいの量か分かんないけど。一口が、ね、でもこれすごいちゃんとしてるっぽいな。なんかなんか、そう、うん、あれ介護。うん、あとマラソンのやつでイベントやってたような気がする。マラソンなの、給水ポイントのやつで、うんうん、書いてある書いてある、マラソン大会、うん、なんかそこにそう王鵬を置いてみたいな、うん、みんな王鵬を取る、結構紙コップとかいっぱい使ってたりするから、うん、そこをこれにしてみたいな、ね、うん、あれ拾わないもんね、あれもね。いや拾うんじゃない、拾うんじゃないですか。いや、あと帰ってくる、うん、帰ってくる、うん、そう、みんな帰ってくる、あれ。あれはじゃあこうポコポコポコって置かれてるっていうことなの？かな。水晶とかに例えば、うん、それでお団子みたいな感じでバーッと置かれてて、うん、口の中入れて、
どのぐらいのその、なんだろう、握っても潰れないんだろうね。でも口で、いや、どうなんだろう、まあ、膜が破れる。まあ、薄いとは思うけどね、多分ね。ね、このまんま持ち運びはちょっと難しいよね、多分ね。ベッドに入れたらあれだもんね。あ、すごいね。あの、さっき介護の現場でも使われてたんですけど、なんかやっぱ嚥下障害を持っている方が水分補給をする場合、サラサラした液体だと速いスピードで咽頭に流れちゃってむせやすくなっちゃうから、摂取するのが難しいから、このなんかこっちはとろみがあって咽頭に流れるスピードが緩やかになると。なるほど。なんかちょっととろんでるのね、うん、なんかちょっとねとろみがあってゼリーのような食感があるらしいです。へえ、なるほどね。重宝されてるみたいですよこれ。いや、ちょっとどんな感じなのか気になるな。おうほう、飲んでみ、飲むっていうのか。これはさ、日本でなんか簡単に味わうのはやっぱり今はまだ難しいのかな。どうなんですかね。作ってみようみたいな感じで。あ、なんかもうそういう実験みたいなので自分でもなんかできるんだ。食用できる、なんか コツがあるらしいけど。あー、ほんとだ、作ってみようみたいなあるわ。ほんとだ、作ってみよう。アルギン酸ナトリウムとか、乳酸カルシウムはどこに売ってるのか分かんないけど。売ってるんですかこれ。売ってるとこ見たことないな。そう、コンビニにあるの、あるかなこれ。アプリのコーナーにあるかな。あるかな。あるかな。でもこういうのが簡単にできるならなんか子供の実験とかで結構できそうだけどね。ね、そうだね。危ないものじゃなければね。自由研究に最適って書いてあるな。ああ、いや、いい、そうよね。昔のスライムのようにね。そうだな。これを作って、これが本当に簡単にできて、しかも地面に落ちた時に溶けるっていうか、まだなくなってくれるのであれば、水風船の代わりにぶつけ合いができる ね。水遁の術っつってできるな、忍者ごっこも。できるね。水遁の術できるかな。できるでしょこれ。手に乗せて。ちょっとドロッとした、ね、水が手から出てくる的だね。そう、属性水。うん、いけるいけるな。ちょっと楽しそうだな。すごいね、ちょっと未来感じるね。うん、そうだね。いや、すごい。面白そう。いいな。では、ラスト。はい。ドラゴさん、男性の方のおまみっちゃ。はい。どうさペサテトさん、こんばんは。こんばんは。少し遅くなりましたが、ポケモンテトさん、ポケモンレジェンダルセンスクリアおめでとうございます。まあまあ、おめでとうございます。ダメだって感じですよね。次回作のポケモンも発表されたので、次のポケモン配信も楽しみにしてます。そんなポケモンからのお豆ちゃんをいくつか紹介します。まず、はい、ポケモンの世界では、10歳で成人。あ、そうなんだ。あ、そうなんだ。そうなんだ。へえ。アニメでサトシは10歳でオーキド博士からピカチュウをもらって旅立ちましたが、ポケモンの世界ではすでに大人だったということですね。あのタイミングで大人なんだ。設定があるの、10歳だともう成人だねみたいな。出していいよってことだ。なのかな。へえ。ゲームに登場する虫捕り少年や短パン小僧も成人済みということになります。へえ。確かに短パン小僧もそうなのか、ちゃんとした大人というか、あの世界では、じゃ割と大人多いんだ、あの世界だと。ね。続いて、ポケモンの捕獲には免許が必要だということ。ショップで売られているボールも免許がないと買えないようになっていて、ロケット弾がやっているような網で一網打尽のような掴め方は違法になる。法律があるの、そもそも、あの世界。そうなんだ。あるんだ、ちゃんと。これは乱獲や生態系の乱れを阻止するためらしく、免許を持っていないとポケモントレーナーにはなれないらしいです。このように裏設定とか結構あるので調べてみると面白いかもしれません。でさあ、そうなんだ。知らんかった。その成人っていうのはじゃあ、つまり罪にも問われるってことかな。顔も実名で報道されるってこと。全然される。ロケット弾はもうされる。やばい。そうだね。あ、そうなんだ。へえ。10歳でか。じゃあそこで試験受けて10歳前にやるんだ。へえ。すごい世界だな。全然知らんかったわ。へえ。アニメとかでわかるかな、そういうの。
なのかな、まあ、なんかそういう設定がどっかでこう追加さ、まあ、追加さ最初からあったのかはちょっと分かんないけど、うんうんうん、あるんだろうね。まあでも今日本もね成人が引き下げられてうんぬんとかあるから、そのうち10位あるかもしんないけどね。どうすかな、10歳成人、10歳あるかな。めちゃ下がったなってなるよな。もう10ぐらいで大人でしょみたいな意見が。小学校4年生ぐらいだけどね。小4か10歳って。そうだね、それぐらい。わけえな。わけえな、ちょっと。なかなかです、ね。まだ18ですらちょっと感覚がまだ慣れてないな。確かに。うん、実際さ、そのなんかいろんな問題になるんじゃないかみたいになってた、噂させてたけど、どうだっ、うん、ね、どうなってんのかね。まだまだもうちょいかかるんじゃない？そういうのが出てくるのは。1年くらい、1年2年くらいはかかんないと分かんないかな。こういう問題が実はありましたねとか。確かにね。逆にそのメリットというかね、これでよかったですみたいなのも、まだちょっとよく分かってないんだけど。うんうん、どうなんだろうね。まあ、うちの、この聞いてる人には若い子があんまいないだろうから分かんない。確かにね、いないだろうね。18歳はいないと思う。18歳はもう何十年前か分かんないぐらいだから。うん、もしなんかそういうのあったらちょっと教えてほしいですね。そうだね。こういうことでしたみたいな、うんうん、といったところで今週はこの辺にしておきましょうか、ね。はい。はい、生放送を見てる方、違う、動画を見てる方、はい、下の方にあります番組説明概要欄、すべてのお便りはこちらというところからメールを送れますので、ぜひともよろしくお願いいたします。はい、しゃす。特に何かあるわけではないですよ、ね。ああ、まあ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 、一個、まあ、お知らせ、ちょっと一個だけいいですかね。じゃあ、はい、お願いします。私、サイスケという名前で、小説なりエッセイに書かせてもらってるんですけども、はいはい。5月10日に告知されたのかな、だから本日、うん、はい、雑談の本日と告知されましたが、そのエッセイが、また、重版されることになりまして、ありがたいことに。おめでとうございます。はい、で、それを、まあ、記念してっていう言い方もあれだけど、まあ、ちょっと、うん、帯っていうのがね、まあ、あるんだけど、本には。うんうん、その帯に、ちょっとコメント書いてもらおうよっていう話になりまして、うん、まあ、こちらにね、おわします、ドンピシャさん、ペシャンコさんにも書いていただきました。そうですね、デビュー。ついに帯デビューいたしましたね。これが、まあ、ツイッター。ツイッターとかでつぶやかしてもらったんだけど、うんうん、まあ、ウェブ上でも一応 見ることはできる。で、実際に店頭に並ぶのは、まあ、重版がこうできたの5月10日に、例えば発表された5月10日に、まあ、倉庫に入るよっていう意味らしくて、うんうん、その後こう取り次ぎとか経て書店到達は、まあ、早くても5月15日以降になるので、例えばもし手に取って見てみたいとか、うん、購入したいって考えられる際は5月15日以降に直接店頭に行って、実際に手に取って裏を見て、この表じゃなくて、まあ、あれもなんか表っていうらしいんだけど、うんうんうん、一緒にこう書かれてるのを見てから考えてほしいっていうことを言ってました。なるほどね、なるほどなるほど。実際にそのどういう文章を書いたかっていうのは、まあまあまあ、僕はあらかじめ前から見させてもらったけど、うんうん、はいはいはい、なんかこうものとして見ると、なんか結構2人ともなんかいいことっていうか、うまいことをやってるね。ぽいことになった、なんかね、ぽいというか、あれ結構上手だなっていうかさ、上手だなって言い方も変だけど、うん、なんかああなんかそれらしいこと言うんだなみたいな。あ、いますよ。よかったよかった。結構なんかね、これはだからその、そう、担当さんも含めて感心してましたよ。あら、あ、ほんと、あ、いいねみたいな。いいですね、やっぱり。じゃあ次は本来るか。そうだね。実際の書籍をじゃあちょっと行きますかみたいな。 ありがとうございます。あるかもしれない。自伝、ドンさんの自伝ね、来るか。そうだね、うん、ありがとうございます、うん。俺はドンピシャ。書き出し。やだな。書き出し、俺は。後書きも、俺はドンピシャ。やだな。ちなみに、俺、あの、哲夫さんのぼっちは読んでるからね。あ、読んでないって言われた？いや、そうそう、コメントでとかあるけど。今までの流れ的にね。そうそう、読んでるよ、俺。今までの流れ的に、読んでないスタイル、読んでないキャラで。読んでないキャラ。そうそう、違う。ちゃんと読んで、なんかインタビューみたいのしたもんね。昔出した時に。なんかね、法務社さんのページに、その多分動画もまた乗っけるっていうか、ページあると思うけど。うん。実際に2人に、こう、どうだったみたいな話を聞いている。そうそう。
動画とかもね、企画とかもあったりするんで、まあまあお暇なら読んでみてください。あったんですよ、そういうのがね、ちゃんといった感じで、まあまあそういうようなこともあるんで、まあぜひぜひ見てやってくださいといった感じでございますね。はい、はい、そのところ、はい、わかりました。それでは三人称雑談第400回は以上となります。はい、はい、それではまた来週お会いいたしましょう。さよなら、バイバーイ。